イエさんこんにちはありがとうございますコウタくんこんにちはお洋服かわいいもう白の無地 <laughs> 無地だよシャモさんこんにちはイサムこんにちはありがとうございます皆さんお昼から会いに来てくれてやタた今日もアホみたいにか <laughs> ありがとう 嬉しいちょっとね前髪をね切ったここをここがなんかすごい長かったから揃えましたパチ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 キキこんにちは暑いね今日やばいお家の中なのにとっても暑い。 いつものぐりんです大丈夫ですよタカさんこんにちはありがとうございますハメさんこんにちはお昼休み今お昼休みなのか14時なんでそんなかいいんですか奈穂 <laughs> 昨日寝たでしょまた電話してたんだけどなほと。 ちゃん途中で寝ちゃってびっくりドンキーちょっとお昼ご飯の時間ずらしたから10分ほどありがとうわざわざずらしてもらっちゃって申し訳ないですね雷大丈夫今収まってるけど1時ぐらい12時過ぎぐらい結構すごかったですよね 雷雨、雷雨だった。土屋さん、こんにちは。お、そい昼休みにしました。ありがとうございます。こちらこそ、ありがとう。直島さん、こんにちは、こんにちは。こんにちは。学生がいると思ったら、七なさんは午前授業か。午前授業とか、なんか響きがいいですね。<laughs> なんかもう大学生とかになるとさまあ「午前授業」とかって言い方はしないじゃないですか高校生の時とかほんと懐かしい私の行ってた高校はなんか小学校みたいで水曜日絶対4時間なんですよすごくないだから「水曜日はマジでパラダイス」でしたあやっヤッホーこれ「とーって言っていいの名前が違うから。 こんさんこんにちは。鎌倉さんこんにちは。栄作さんこんにちは。無音にてありがとうございます。こっち大雨大粒の雨降ってきた。まあ雲がこう移動してるの今。んんんんんて。ついさっきまで。ジョ <laughs> 草むしり。 <laughs> 洗車をしてて暑かえ暑いよねなんかさ前まで結構涼しかったじゃないですかでなんかもう4月とか5月なのにこんなに寒いことあるみたいな話してたのにさ急にさ超暑くなってびっくり Twitter シェアもいつもの任務管理ありがとうございますみていかさんこんにちはありがとう。 三者面談嫌だよ、あゆちゃん <laughs> 三者面談って緊張するよね。あゆも一回高校じゃない中学の時かなの修学旅行かなんかでお菓子を持ってったらなんか取られて先生に。特にお菓子禁止とかなってな,くなかったんだけどなんか取られて。 で三者面談がその修学旅行のもう半年後ぐらいになってその半年後に「これ」って返されたのアポロい,やいらないよと思って <laughs> 捨てとけって思ったんだけど半年後に私のアポロちゃんが帰ってきたことがあります三者面談で。バックニャンさん初音もありがとうございます。 1>, 1人ずつ交代でお昼なので最後にしてありがとう水曜予言って絶対先生のザン業での影響じゃんえっそうかもえでもわかんない普通にさ入った時からそうだったんだけどまあ私立だからかなでも先生たちはねもう16時になったらいなかったよいつも16時になると職員室の鍵が開いてないの <laughs> やばいよねみんな帰宅 <laughs> <laughs> みんな帰宅しててもういないっていう気温だけじゃなくて蒸すからしんどいえ確かにめちゃくちゃ今長ズボン履いてるんだけど超暑い足元もひでくんさん初訪もありがとうございます昨日より丸い気がする一日で太ったかなもう本当にデブなんで私 顔もでかくて松尾さんこんにちはアリリさん初音もありがとうございます機動戦士パンダムさん初音もありがとうございますあ、初見さんありがとう氷室真っ子さんありがとうございます来てくれてハロー可愛い,い <laughs> ありがとうギャロップさん初音もありがとうございます まこさん初音もありがとうございますアポロいらない面談で返すの嫌がらせかえ嫌がらせなのかなわざわざねでもなんかそのお菓子を持ってきた持ってきたっていうかなんか私中学の時の修学旅行でなんか誰にか分かんないんだけどなんかさよくあるさ何とかちゃんが何とかしてましたみたいな。 やつあるじゃないですか,なんかそれをされてなんかあゆちゃんが奈良公園でポッキーを食べてましたっていう噂を先生に誰かが言ってあゆちゃんがっていうかまああゆがいる班のみんながねっていうのを言って修学旅行中に、ね、呼び出されたことがあるのそうなんかその先生たちのいる部屋に呼び出されて。 なんかこういうことを言ってる人がいたんですけど本当ですかみたいな聞かれたのねで,でもこっちとしてはさもうポッキーなんて食べてないし普通に奈良公園でポッキーとか食べんやんでなんかアイスとかを途中で買って食べるのとかは全然 OK だったから、まあ、それはやったのでも先生たちの前でそれはやってたからそれは先生たちも知ってるのねでもまあその誰かが言うから先生がさえ ななんかあたたちのファンファンじゃない <laughs> ファン <laughs> やってたんですかとか言うじゃん。ででもあゆさそういうさやってないこととかはさやってるみたいな言われるのさめっちゃ嫌だしなんか先生とか関係なくね普通に言っちゃうタイプなの結構そのまあ先生だから怖くて言えないとかがあんまりなくてなんか証拠はあるんですかとか,なんか結構そういう言っちゃうタイプなのね。 で、まあ、結構バーって言っててて言こっちもさこんな楽しく過ごしてたのにそんな変な噂でさ呼び出されてでえー、ってなってたんだけどでもあゆその時中学の時ずっとね学級委員とかやってたのクラスのもう3年間ずっとやってたからまあでもあゆがそんなことしないと思うからいいよって解放されたことある。マジで徳を 積んどくの大事って思ったその時、<laughs> なんかもう学級委員とかやってたから、まあ、そんなことしないよねみたいなそのあれがあったみたいで先生たちの頭の中にもだからもういいよって解放されたことがあってそれはちょっとラッキーって思いましたね。まあやってないから返された当たり前なんだけどでももうすぐ話し合いとかもまあ特になく終わってよかったなって思う。 16時帰宅とか羨ましぎるねどこ行っちゃったのって感じだけどね私たちからしたら勉強とかはさ学校残ってさやっててさ先生に聞きに行こうって,言って職員室行ったら鍵閉まってんのヤバくない丸くなったって言われた痩せないと海みくんこんにちは くすんだ猫さん、どうもありがとうございます。マーキーミニの鳥すごいじゃん。え、そうそうなんです、皆さん。7月の3日にマーキーミニに出演させていただくんですけど、なんと、ラブチーノさんが鳥を務めまーす。イエーイしかも、この画像も一番上の真ん中に大きくボーンって、またボーンって言っちゃった。<laughs> 載ってて見ましたみんなツイッター見てねラブチーズの公式ツイッター見てほしいんだけど鳥なんですよしかももう,もう一個注目ポイントがあってここの青いバナーみたいなのに説明みたいなのが書いてあるんだけどそこにね大西かっこりん小西かっこあゆの実力組も。 いるみたいなこと書かれて弱 <laughs> くないリンからそれが LINE で送られてきて <laughs> でああいう最初何か分かんなくて「何これ?」って言ってたので Twitter 見たらマーキーのあれでめっちゃおもろかったしいやありがてえって思ったよねやっぱり大西小西をこのネタに使ってもらえてでも実力組って言われてなんかちょっと嬉しみです 私はわっしーさんこんにちは髪色そうでもだいぶ赤感なくなったよね3日前に比べたらトミーが髪色変わる前に会いに来てほしいけど来てくれないかな皆 <laughs> <laughs> さん発音もありがとうございますモーリーさん発音もありがとうございます奈良公園では鹿せんべい一択え鹿せんべい持ってるとマジで鹿寄ってくるよね 奈良は行ったたらあげましたよもう私のその時はねコロナとかなかったのでもうパワーってやってたねポッキー好きそうは好きだけど <laughs> メロメロリンさんこんにちはありがとうございます学生時代の話おもし面白すぎてめっちゃネタ思ってるえ本当に <laughs> 面白いでしょそう私結構ね多分ね 目立っちゃうタイプの人だからそのまあ学級委員とかやってるし、まあ、な,んかなんとか委員とかめっちゃやってたの中学の時でもアイドルもやってたからその行事に参加しなないいみたいな人だったのねだからその合唱祭実行委員とかもやってたけど結局仕事で合唱祭行けないとか <laughs> なんか。 展示自分たちがその美術の時間とかに作ったものを展示してそれを見るみたいなのが土曜日とかにあったんだけどそういうのの実行委員とかもクラスで1人っていうので私やったりとかしてたんだけど、まあ、仕事があるから当日いないななわけなんでこいつ実行委員とかやってんのに当日いないんだろうみたいな <laughs> タイプの人間だったから多分すごい目立ってたんだよね。その友達がめちゃくちゃゃくくいいるとかそういう面ではなく なんんかそういうい感じの目立ち方してたんだよラブチ学級委員長あゆ委員長めちゃもて委員長に憧れてたので私は知ってます皆さんめちゃもて委員長漫画なんですけどもうねあのー、めちゃもて委員長が本当に当時は私のすごい憧れの的だったのでやっぱ委員長とかになりたい っていう <laughs> いや動機がちょっとあれだけどなってましたねふみさんこんにちは来客長引いて遅刻ありがとうございますわしちんさんよう実力組ありがとうございますやっと世間が我々に気づいてくれた <laughs> 大西小西で本当に ありがとうございますリンにね嬉しいねって話してたんですよ大西小西見たよ TMFM さん読み方あるのかなこんにちはありがとうございますなぜ名前にカッコがついたつける必要ないよねえ確かに <laughs> 一応じゃないわかんなくなっちゃうかもしれないから大西かっこりん ちゃんとねフルネームでも載せてもらっちゃって嬉しいですねリボンレンさんフォローありがとうございますボーンって俺も使っていいいいよやぎたボーン <laughs> 骨すいません台湾カウるのあったらいいですよ <laughs> 昼終わりり今日ここまでまでねありがとう亀さん鹿の目の前で鹿せんべい食べてる男子だえ鹿せんべいってさうちらも食べていいんだっけ鹿専用じゃないんだっけじゃあその男の子はきっと鹿にマウント取ってたんでしょうねお昼ご飯ラーメン屋に並んでるので無音中鎌倉さんいつもラーメン食べてるイメージアッキーさんこんにちは ピーママさん初もありがとうございます。リシーさん初もありがとうございます。奈良の鹿は割と屈強で子供の弁当をモニモニ食べてやんなきえっお弁当食べるの衝撃なんだけどでも可愛いよね鹿って。なんかのしのししてて。<laughs> さんダルマありがとうございます吉村さん初想もありがとうございます鹿はコンビニ袋持ってたら狙われるえそうだっけあんまり覚えてないかもでもこの鹿せんべいを持ってるともうすごい大量に鹿ちゃんが追いかけてきてもう大人気になれるっていうのは覚えてるねめっちゃさん初想もありがとうございますたかしさん初想もありがとうございますマーキーチケットを先行明日 先行明日正午。ありがとう、タカさん。じゃあみんな、明日の正午にぜひ取れるのかな先行チケットぜひゲットしてください。あきらさん、発音もありがとうございます。たかたかたかさん、発音もありがとうございます。ひさしーさんねーねーさん、発音もありがとうございます。でこちゃきとお手紙届きました。ありがとう、よかった。ありがとうございます。こちらこそ、いつも。 買って頂けて嬉しいです乗せてくれてたね海老さんは海 <laughs> さんアイスクリームありがとうございますビビさんこんにちはしおばらさんこんにちはありがとう海老さんありがとうギフトありがとうございます <laughs> ありがとうギフトありがとうございますなんか不思議な感じ <laughs> こ、えー、よみさん、するめおじおじさん、しゃもじさん、ミータンさん、初もありがとうございます。こんにちは。お昼ご飯味噌カかつ定食。美味しそう。味噌かつ定食。いいね。そろそろおさまりタイム終わり。またありがとう。じゃあね。くるくるさん、初もありがとうございます。あっくんさん。 わらじさん。しょうろんさん。マイクさんかな、今日もありがとうございます。暑 <laughs> い、本当に。あと三組で自分のマんなラーメン。ラーメン、いいね。ラーメン食べたいな、今。 なんかラーメン屋さんに行ってラーメンを食べるっていうことを久しくしてないかもしれない魂さんこんにちはありがとうございますちゃんと委、e、員の仕事しっかりやってそうだから周りももうけなんかでしょやってましたよ委員の仕事でもねすごいなんか怖かった <laughs> なんか意外とさ中学の時の学級委員会とかってさ すごいいししっかりしてるじゃないですかで私もその学級委員会がありますで毎週金曜日かななんかに中央委員会っていうのがあってそこに必ず1人は出なくちゃいけないみたいなのがあったんだけどもうその中央委員会を押し切ってる先生がマジで怖い先生だったのもう超絶怖くてでなんか「もう発言しないなら帰っていいよ」って言われたことある <laughs>。 あゆだけじゃないけどねそのもうあゆの学年の人たちがマジで何も発言しなかったのそしたら「発言しないでこうやっていいよ」みたいな言われてんか必ずもう一人一つんか言いなさいみたいな雰囲気でめちゃくちゃ怖くて「うう」って思いながらやってましたでも昔はそういうの好きだったんだよねそういう委員会とかに入って。 なんかやるのとかがすごく好きだったしそういうなんかリーダー的な感じのこととかをやるのもめっちゃ好きだったんだけど今は別にそうでもない <laughs> 今は全然なんかそうでもないですねラーメン食べて丸くなろう顔だけがね丸くなってくれるならいいんだけど多分全体的に丸くなっちゃうからラーメンは。<laughs> マーキーは明日の正午か抽選かじゃあみんなちゃんと申し込んで抽選当たりますようにえー、ラブチールの皆様が当たってほしいですね祈ろうみんなに来てほしいやっぱ鳥だから鳥だしここでやっぱラブチーノっていっぱいファンの人呼べるんだって思ってもらって からどんどん大きくなりたいからマジみんな来てほしい来てほしいっていうかまあ抽選だけど申し込んでください <laughs> 僕も中学の時学級委員やった学級崩壊してたけどが <laughs> 学級崩壊してたのでも学級委員ってさ別にじゃないやることなくないですか正直言って正直言ってやることないあの先頭に立つだけ 並ぶときに、整列のときに先端立つだけ。橋メロさん、ええ水木さん、マゼランさん、キョンキョンさん、初音さんありがとうございます。みんなお昼いいもの食べてる。今日もコンビニのり弁、おおいいもの食べてるねみんな。コンビニののり弁も美味しいけどね。怖い先生本当に怖い先生だったのでもめっちゃ愛されてた。 すごく面白くてね怖いんだけど授業とかは本当に面白くて上手な先生だったのでめちゃくちゃみんなから愛されてましたね怖いよねおばちゃんさんはじめまして「貯金さんありがとうございます」来てくれて今はね学校のお話とかお昼ご飯のお話してますそういうパワハラ色は「じゃあ帰ります」って言うと切れるえそうだよねなんかあるよね ツイッターとかでさ帰っていいよって言われたから帰ったらキレられたみたいな <laughs> ツイートウィル面白い自動車学校の先生が見た目がまんまヤクザだった怖いよえ自動車学校にそんな人いるんだ自動車学校ってもうおじさんとかしかいなくないですか <laughs> ボーンって申し込むボーンって申し込んでください えー、守るんちゃま無反応もぴさんさとちゃんさん初音もありがとうございますあべこにゃんずさんたけにゃんさんりーさんとういさん初音もありがとうございます自分が太ってきたから最近カロリーゼロのコーラ飲んでるおいいねああいうカロリーゼロのコーラはあんまり飲まないかも学校のちゃんよくなかったまあ仕方ない <laughs> 月一で学級委員会え学級委員会はありましたねりしたありましたありましたでもさかぶ学級委員をやりたいってなったらさ選挙みたいなのするじゃないですかもうそれがドキドキだよねあつこさん初音もありがとうございます終了。 不可能にしてた気がするえ本当にありがたいそれはんさんあやぽんさんサンチャーさんちゃんさんあルさん初音もありがとうございます自分本当に帰るタイプでしたええー、帰れるのすごいあゆもさそういう時さ反抗してやりたいって気持ちはあるけど帰れないな行動に移せない <laughs> すごいね でも高校はなんかそんなにちゃんとしてる感じじゃなくて部活とかもなんか全然もう名前置いとくだけの部活みたいなのとかもあったしなんかサークルもあったのね部活じゃなくてサークルもあったからまあサークルとかにみんないろいろ名前だけ置いてる人とかもいたしマジで幽霊部員ばっかみたいな感じだったから高校の時も一応。 あのあれなんだっけ生徒会のなんか組織みたいな <laughs> 組織みたいなのに入ってたんだよね入ってたっていうか気づいたらそれだったのすごくないなんか何委員になっ,てくれる人なってくれる人ってやるじゃないですかであまあこれ楽そうだしって思って「はーい」って。 やったやつがなんか生徒会の生徒会委員のなんか中のやつだったみたいで卒業式の時にね立った <laughs> なんか何生徒会実行委員会に所属していた皆様ご起立くださいって言われて立ちました <laughs> 気づいたら入ってたっていうまさかの自動車学校で美人共感とか漫画みたいな展開ないんすかねえないんじゃないでも美人の共感するかいそうだけどね私が行った自動車学校はもうおじいさんばっかりでした <laughs> <laughs> ひでじいさんは2回目ありがとうございますゆるさまささん、迷い込んだパンダさんひなちょこさん初もありがとうございますお兄さんがいいと思う人 <laughs> ヤクザな先生についた同級生が怖くて泣いたら次からサングラス <laughs> え優しいじゃん <laughs> めちゃくちゃ優しいじゃないですかでもそんな泣いちゃうぐらいな見た目だったんですね今どきそんな見た目で怖いみたいな感じの人いるんだね 絶対いい人だよでもその人 <laughs> ついちさんこんにちは初見さんありがとうございます今は学校のお話と自動車学校のお話し,してます 自動車学校はでも私はいい先生ばかりだったので恵まれてるなーって思いましたねあんまり怖い先生とかいなかったですでも女性の方で一番最初にこの一番最初本当にこの初めて車に乗りましたっていう時に本当に下手くそだったの一番最初に。 はねなんか自分は結構そういうスポーツとか運動系とかがまあまあ得意な方ででまあマリオカートとかめっちゃやってるしいけるだろうなーって思ってマリオカートの感覚で運転したらその。 教習所の教習所っていうか,なんかその走るさコースみたいなのが作られてるじゃないですか運転するのコーンを全部なぎ倒して行っちゃったの <laughs> 車でババババババってカラーコーンを <laughs> 倒してしまってその時に隣の先生に「 ああああああって <laughs> やばいよ本当にみたいな言われてその時初めてあ私って運転下手くそなんだって思いましたねなんか不安になったすごいその教習所に通う前まではあのー、なんだろう絶対運転とかできるし 試その実技はまあいけるだろうって思っててまあでもちょっと筆記が心配かなって思ってたけどもうその瞬間に「あ実技やばいかも」ってなってもうその日から私は本当に集中して運転することに決めました <laughs>。 集中してっていうか車の感覚とマリオカートの感覚が違うんだなっていうことを学びましたその日やめラーメン屋さん入れそうよかったねマリオカートで免許取ったらあかん <laughs> でもマリオカート感覚になっちゃわない最初は右折と左折のウィンカー間違えたらめっちゃ嫌,嫌み言われたそんなのもわかんないのああ まあそういいう人もね、ねるよねマリオカート感覚は臭すぎる <laughs> そうマリオカート感覚でやってたよもうドリフトしまくろうと思ってたのにできんかったわ根拠のない自信はマリカそうマリカをやりすぎて多分やった気になってたなんかさでもねああいう勢いはすごいある 言言わわれれてて勇気はあるって言われたのなんかみんな覚えてるかな,なんか急ブレーキと急ブレーキの練習かなをしなくちゃいけなくてでこういうなんか段差みたいなところを急発進してグッて登っちゃった時にすぐ急ブレーキをかけるっていう練習をそのしなくちゃいけなかったんだけど女の子とかって。 結構その急発進ができないんだってえ怖いって思ってなかなかブーンっていけないらしいんだけど私は結構な勢いでアクセルを踏みブレーキを踏むっていうことをやったんですよそしたらなんか男の子みたいだねって言われた <laughs> なんか男の子は結構そういうの何のためらいもなくやるらしいんですけど女の子は結構怖いって言ってできないんだってだから何か。 男の子みたいって言われました小山さんこんにちははじめましてありがとうございます小山さんかな教習所の教官に部活の OB がいてめっちゃスパルタで仕ごかれたえ部活の OB がいたのすごくない教官になったんだその方はすごいですね トラウマ。スパルタはトラウマだよね。T シャツくん、こんにちは。和風冷やし中華、注文した。マジ、鎌倉さんだけずっとラーメンの <laughs> 話してる <laughs>。高速道路でスピード出せないチキンが。ああ、高速はね、怖いよね。でもさ、なんか、 自分的には100キロ出してる感覚でもこのメーターはまだ全然80キロとかの場合あるじゃないですかそれで結構私も「まだまだだよ」って言われて結構頑張りましたねでもやっぱり私と教官の先生1対1だったらいいけど何人かで乗ることあるじゃないですか一緒に受けてる子たち 受講生っていうの <laughs> 一緒にやってる子たちと何人かでやったりとかするじゃんそれが一番緊張したやっぱこの人を乗せてるっていう感覚とあと見られてるっていう感覚がもうめちゃくちゃドキドキして嫌だったもはや今の方がマリオカート感覚で運転してるわ僕はえーそうなのやばいじゃん事故らないでね <laughs> マリオカートはね落ちても拾ってくれるけどいつかコンビニに突っ込みそうで怖いあゆがってこと突っ込まないよ新んさんこんにちはありがとうございますあゆさんの中にや <laughs> そうかもしれないですねもしかしたら勢いはあるのででも無事に免許取れてよかったです免許ね今から取ろうって思ってる方は安心して多分取れるから。 絶対的に大丈夫だんだんね慣れてくるよね運転って最初の方は本当に緊張するけど佐藤クリスティンさんこんにちは職員さんありがとうございます じゃあちょっとそろそろ告知をしますね今日はこの後仕事というかがあるので <laughs> アップフロムザスカイ好きなんだよねああいう覚えてるかな ずっとずっと忘れていないんだ「バン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 はい人前で歌ってる方が緊張するのでいやーもう人前で歌うのは慣れましたウフ事故りはしないけど友達には早くつかまれって言われてるえゴールド免許なの今今この前やっとね免許更新行って。 脱グリーンしてきました <laughs> 初心者じゃなくなったではでは告知をさせてくださいさっきね出ました「マーキー祭りミニ」7月3日日曜日ですなんとラブチーノさんはトリオを務めさせていただきますイエーイ 13時50分からライブになりますので7月3日ぜひ開けておいてください鳥は大西小西の実力組も在籍のラブチーノです <laughs> これめっちゃアピールしてくからいう明日の正午から予約がスタートしますで一般チケットの発売は6月18日から になりますのでぜひぜひ皆様明日ね正午から6月12日まで抽選って言ってたから応募してくださいりイエーいそして、えー、6月の19日はですねラプチーの定期公演がありますこちらは昨日ねあのー、サンプルが出たんですけど「ガラポン」 をやります初めての特別レギュレーションになりますのでぜひ遊びに来てくださいそして新曲新衣装初お披露目でもう盛りだくさんになりますのでぜひぜひ皆さん会いに来てくださいまだまだチケット発売中ですので気になった方はぜひ「ラブチランド」遊びに来てくださいお願いしますで明日 はアイドルアナモードプチに出演させていただきます。こちらは品川グランドホールさんにて。えー、ありますね。出演は十三時十五分からになります。とラブチーノで入場していただくと、あのチェキ券がつきますので、ぜひラブチーノで入場していただいて、皆さん。楽しみましょう。 で6月の5日土曜日はスパドキフェスティバルに出演させていただきますこちらは神田明神ホールさんにてライブがあるんですけれどもえラブチーノさんは13時59分からのライブになりますぜひこちらの方もこっちは鳥前ですね 遊びに来ててください待ってますそして明日のですね朝4時45分から開運、えー、音楽堂という TBS の番組があるんですけれども4時15分でした <laughs> 4時15分から開運音楽堂という番組内のと長谷川瑞希さんのコーナーに明日は指定させていただきます。 ちょっと朝早いんですけど、あのー、テレビなので <laughs>。よかったらぜひ見てください。そして25日ね、6月の25日の土曜日は、開運音楽堂の本編の方にも出演させていただくので、まあ、朝起きられないよって方はぜひ録画とかしてね、見ていただければと思います。こちらは結構アイドルのお話し,しましたね。ラブチーノのお話もしたんですけど、まあ、私自身の アイドル生活の話とかリーダーとしてみたいな感じのお話とかもさせていただいたので是非見てくださいお願いしますで6月のイベントスケジュールが公式 Twitter の方に出ているのでこちらもチェックしていただけると嬉しいですよくちんさんこんにちは明日早起きしないとしてください 僕は明日行くのか行かないのか行かないの <laughs> そんな感じですはい皆さん本日はお昼帯の時間に見に来てくださってありがとうございますスクショタイムしようスクショしてくれるみんな行くわよ ありがとうございます。嬉しい。じゃあランキングを読ませていただきます。13位はうみくんありがとう。12位は塩原さんありがとうございます。11位カメさんありがとう。10位はタカさんありがとうございます。9位は鎌倉さんありがとうございます。8位はイサムンありがとうございます。7位は。 メンデリフさん、ありがとうございます6位は宮ヤさん、ありがとうございます5位はワッシーさん、ありがとうございます6おふふふ4位はフミ、さん、ありがとうございます3位は成リさん、ありがとうございます2位はユギタありがとうございます一位はエビさんですありがとうございますああ可愛い,いよ、ありがとう仕事しながら聴いてたよありがとう科学の力 <laughs> <laughs> ありがとうみんな本日も見に来てくれてまた、あのー、来週も今平日毎日配信しているので来週も配信するのでよかったら見に来てください初めて見に来てくれた方もよかったらルームのフォローとか Twitter のフォローもお願いしますでは皆さんこの後も頑張りましょうお仕事とか学校とかある方は頑張ってください 私も頑張りますまたね2019年間に少しライブああありがとうございますよこっちーさんまたよかったら見に来てくださいねありがとうみんなバイバーイじゃあねーまたねありがとうバイバーい